ニールス・リーベング・フィンセンは、デンマーク・フェロー諸島の内科医、科学者。1903年、疾患の治療への貢献、特に人常性狼層への抗戦治療法により、医学に新しい道を開いたことを表し、ノーベル生理学、医学賞が授与された。彼が、デンマーク人で、最初のノーベル賞受賞者である。フェロー諸島のトースハウンにて4人兄弟の2人目として、生まれた。 1864年、彼が4歳の時、母親が他界し、父親は母親のいとこと結婚し、6人の子供を持った。1871年、父親がフェロー諸島の知事となる。彼は初期の教育をトースハウンで受けたが、1874年、デンマークの寄宿学校ハールーフズムに送られた。ここは彼の兄も学んだところであった。彼は、 兄と異なり、学校生活は厳しいものであり、校長から良い心の少年だが、技術も能力も低い。との評価を受けた。この評価は、後の彼の研究及び調査と正反対となっている。低い成績の結果、1876年、父の母校であるレイキャビークのラティース・コリングに入学した。ここで学んでいる間に、彼の成績は急上昇した。 1882年、コペンハーゲンに引っ越し、コペンハーゲン大学にて医学を学び、1890年、卒業した。卒業後、コペンハーゲン大学の死体解剖者となった。3年後、研究に専念するためにこの仕事を辞めた。1898年、教授となり、1899年、デンマークのナイトとなった。1896年、 フィンセン研究所が設立され、彼が所長に就任した。後にコッペンハーゲン大学病院に合併され、現在、タンパク質分解を専門とするがん研究所として著名である。1880年代中頃から健康状態は悪化した。彼は心臓病の兆候が出ており、腹水や一般的な病弱に苦しんだ。この病気が彼の体を無力にしたが、 心は健在で、最後の年には、車椅子にもかかわらず、医学に大きな貢献を行った。抗生物質の到来により、日光である種の放送や結核を治すという治療法は使われなく、なった。また、彼の科学的な研究の大部分は、今日忘れ去られている。しかし、彼が証明した日光の特定の波長が特性を回復させるという概念は、 今日のガンの放射線療法に残っている。また、彼がノーベル賞受賞時に言及した日光の殺菌作用の発見者、アーサー・ヘンリー・ダウエンズとトーマス・ポーター・ブラントは、現在、フリーラジカルの発見者として再評価されている。トースハウンには、彼の記念館があり、大通りの一つは、彼の名前がついている。フリーラジカルの祖は一体誰か、ケム・ステーション。 ありがとうございます。